般の部決選会をこれより始めてまいります。一般の部決選会の審査は2番までの歌詞を歌って審査をしていただきます。先ほども申し上げましたが、1番目の歌詞は指定で塩釜街道に白菊植えて、2番目の歌詞は自由選択となっておりますので、お好きな歌詞で歌っていただきます。よろしくお願いします。それでは伴奏の先生方、審査員の先生方もよろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは第22回塩釜甚句全国大会一般の部決選会を始めてまいります。決選会1番は山形県中山町からお越しいただきました野口久美子さんです。お願いします。どうぞ。Hi, Tom!
はい、ありがとうございました。続いて3番仙台市青葉区からご参加いただきました佐藤勇さんです。どうぞ。「態度に知らねえ」
市からお越しいただきました庄司文子さん、どうぞ。どうぞ。
ました。続いて決選会8人目の方です。予選会番号97番、愛知県刈谷市からお越しの鈴木弥生さんです。どうぞ。
ました。続いて決選会11番、予選会番号17番、気仙沼市からお越しいただきました菊田春さんです。どうぞ。どうぞ。
選会14番、予選会番号20番、山形県上山市からお越しいただきました滝口里奈さんです。どうぞ。